僕企画感謝祭。あったなぁ、メガニンニクでかっ、塩コショウ、これ一つ一つが味は濃いのが好きだろ。おぉ、かつお節。タイトルはズバリ、愛妻海鮮焼きそばです。おぉ、オープン。おぉ、なんかおしゃれなことしてる。オープン。あ、なるほど。はい、今回ですね、グループ最年長でいつもみんながお世話になってる元木枠に日頃の感謝を込めてみんなでおもてなしする企画でございます。すごいねーなー。そうなんだ。しょうがねえな、仕方なしか。君生きててよかったなと思います。あ、なに、生きてる実感ここで感じます。じゃあそういう目で見ないで。違う違う、眩しいからね。眩しいからこういう目してるだけ。眩しいだけだよね。え、眩しいだけだよ。今回はですね、5人1組も1組の4チームに分かれて、はい、元木枠の大好きな焼きそばを作ってもらいます。おー、ありがとうございます。焼きそば好きなんだ。で、それぞれのチームが完成した焼きそばとともにパフォーマンスを披露してもらって、最後にどのチームのおもてなしが良かったのか元木に判定してもらいたいと思います。本気パフォってことですね。本気パフォってことです。なるほど。ガーリックシュリンプ作ろうと思います。はい、ちょっとお願いします。バカだろ。豚選んでますよ、ね。あ、これガーリックシュリンプの主な食材です。こういうやつなんです。これんちのガーリックシュリンプ豚バラでできてるんです。だから今枠のためじゃなくて自分が食いたいのだけなんです。これがチャーハン作りましょうか。いや、チャーハン作ったらもう企画で。これチャーハン作ろうか。これ最下位の人罰ゲームとかないですか。じゃなきゃみんなちょっとちゃんとやってもらえない可能性がある。どんなチャーハンをふざけさせない。どんなチャーハン。スパイがいる。エビ、元木を知ってるスパイが全部教えてくれる。元木はね、ホタテ好きです。めっちゃ楽しみ。あ、そうなの。ニャニャー、ピーマンちょうだい。プリプリやん、絶対。全員作るべ。ありがとう。ピーマンどうだろう。ピーマン美味しいよ。2個入れる。2個入れる。2個入れとこうか。色っぽいよ。じゃあもう人参も入れとこう。ちょっと入れよ、ちょっと。なんかやだ。これ誰が作んの？これはメインが合うから。うわー、愛妻やないかい。いつお前の妻になったんだよ。いや、結構信用性はあるよ。いや、もう安心してほしい、ちゃんとしたの。いや、俺結構このチームね、期待してるんですよ。ふざける人がいない。パフォーマンスもあるからね。でもまあ確かに言うても、パフォーマンスは誰が考えるの？パフォーマンスは全員で。そうだね、全員で。アンは何個かあるけど。なん、そう、ちょっとさ、アミネしてもらっていい？ごめんなさい。じゃあ今さ、怒られてる。お母さんの権力が一番強いタイプだ。ここは結構シリに惹かれるタイプね。ここはね、シリに。これは誰が作るの、ここのシーンは？いや、もうこちらのお二方です。お、アジとユージンが。僕らは見張り役です。監督。え、パフォーマンスは誰考えるの？まあここ3人。ああ、じゃあいいや、別々の仕事があるから。3人で作るならね。これ誰が作んの、料理？基本僕になりますね。こうきくんちね、行ったらね、ご飯作ってくれたんだよね、この前。そうなんだ。なんかしょっぱいの食べたいねっつって、ソーセージ、家にたまたまソーセージがあったんで。してねえよ。してな。おい、大丈夫か？喧嘩してます。喧嘩してねえよ。今は材料全部切ったりとか。下準備。そうっすね。下ごしらえ。え、誰が作るのこれ？全員で。そう。あ、そうなんだ。いいでしょ。いいね。結託してるから。そうだよ。みんな仲良く。チームワークいいよ。のために作ってんだよ。お前好きかよ、俺のこと。好きじゃねえよ。え、パフォーマンスはどうすんの？
まだこれから考えてるな。こっちにはね、折山くんがいるからね。やばいだろ。確かに。とりあえず全力ピンドミルパフォ。長瀬本気。おいお前アスファ。おいコンクリートだぞここ。あのね、肩死んじゃうぜ。ブレイクダンスパフォ。待て待て、お前さそれ似合いすぎだろ。ね似合うねお前。俺だってどこ行ってもこれやってんだから。よっしゃ肉切れました。無視かい。ということで手洗ってきます。無視かい。いやいや、味は濃いのが好きですね。味濃いの好きです。さすがに俺のことを知ってると思いますよ。普段から一緒にいるんで、お世話してるんでみんなのことを。これはですね、もう海鮮ですね。さやっぱ築地なんで素材がいいと思う。これひっくり返した方がいいかも。肉もうひたすら海鮮で攻めるっていう。ちょっと盛り付けにもこだわろうと思ってます。めっちゃ美味しそう。かわいい。かわいい。絶対焼きそば取ってないし、これ取んなくていいから。シンプルな味付けにしてますよ。あの、母親を思い出してほしいな。うわぁ、いや、マジで味濃い方が好きやろ。いや、でもさっき家庭も好き、まんま好きって言ったから。マジ。ちょっとどっちを取るかだよね。あっち。まあでも愛妻だからね。まあまあ、だからいつ妻になったんだよ。あったー。コウキ君に全部任せてるんで、僕はやれって言われたことをやってるだけです。ね、コウキ君。コウキ君。食いすぎだって食材。あ、さげコウキ。何？どう？焼けた？焼けた。本当に赤いとこないね。木箱や。本当に赤いとこない？焼けた。本当に赤いとこないね。これ一旦下準備。下準備。一旦下準備。はい。任せってどうすればいい？いただきます。片手上げて。食べちゃったよ。うわぁ、うまっ。めっちゃ新鮮なんだけど。あ、もうそのまま。中がプリプリで、外はトロトロで、こう歯ごたえがぐっちゅぐちゅ。お前さ、食ってんじゃねえぞ。そのために醤油探したのか。お前食ってんじゃねえぞ。いや、こいつも普通にやりたい。はい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 、何したんすか。下準備してました。エビ味見して、なんか枠にバレなきゃいいでしょ。言ってない言ってない言ってない、ちょっとで言ってない。まあなんか食べちゃおうかな。言ってない言ってない言ってない。まっすぐ言ってないです。そんなこと言ってない。お前めっちゃブサイクなんですか。あー、それやめてください。罰ゲームめっちゃブサイクなんですか。それやめてください。勘弁してください。勘弁してください。勘弁してください。ここの上にさ、このニンニクの焦げ焼きとかどんな目になってるのかな。何もやってない身からしてもめっちゃおもろいやん。もうちょっと塩コショウ入れてもいい。このチームはパフォーマンスがどう、はい、あの、これは一つ僕から発想っていうか、まあ、あるんですけど、うん、あの、稲葉が包丁をこうやって殺人事件やな。普通に殺人事件。できなかったらそのなんか箸とかで代用しても。箸できるの。いや、箸でもできないですよ。別に飲み込むこと得意じゃないですよ。これ醤油だよね。そう。ニンニクでかっ。塩コショウ、これで一つ一つが食材がしっかりしてる。大丈夫そう。やっぱでかいね。塩コショウを。お、塩コショウ結構入れんな。おお。あ、美味しそう。味薄く。うわ、いいね。塩コショウのいい匂いがね、来てるよ。うわ、いい匂いだわ。塩コショウっていうのは。これちょっと味見して。誰か。そう、薄そうじゃん。あつ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 。うわ、やばい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 。あつ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 。絶対熱い絶対熱い。最高やん。味は濃いのが好きだろ。おぉ、もう鰹節。このタイミングで行くんだ。さあ、来たわ。猫舌よ。絶対熱い。うどんも一個あった方がいい。うん、大丈夫大丈夫。うまい。いける。うん、あんた猫舌。別にいける。俺と同じ顔してる。うまくない。うまい。どう、つーちゃん。いや、なんかずっと二人に料理任せてますけど、任せてよかったです、すごく。任せてよかったんで、パフォーマンスはあの二人に任せちゃってます。今そうじゃ、何してるの今。僕なんか気づいたら仕事なくなってました。一番今日料理する気満々の格好なんですけど、なんか何もできてないですね今日。やばいです。気合だけは十分なんだけどな。でも僕の気持ちここにいてこもってるんで。あ、それはね、いいよ。やっぱ愛情が一番のスパイスだから。そうですよ。美味しく食べてください。
ください。エプロン？エプロンじゃないです。あ、違うんだ。エプロンじゃないし、漁師でもないんですよ。あ、違うんだ。後ろ向いて。はい。エプロンやないかい。違いますって。あ、じゃあちょ、見てください。あ、行きますね。この2つの棒があります。これマジ同等でも通らないんですけど、3、2、1、ほい、うまいじゃん。パフォーマンス使おうよ。これパフォーマンスできるよ。これできます。これ先に見せちゃってよかったね。確かにこれ点数低くなっちゃうのかな。うん、あと普通にめっちゃこうやって親指離したのが見えてる。あ、終わった。今のところちょっとワックンの心は静かにできるプランはあります。はい、ちょっとめちゃくちゃいいの思いつきました。何思いついたんですか。3人全員手紙書くんですけど、ちゃんと感動してもらえて、まあ、勝ちもいただくっていう。そう、いつもテンション高いし盛り上げて、そう盛り上げてくれる。まあ最年長だから何かやってるって言われたら、まあ、ない。いやいや、まあ、とんなよ、あんまり。おーい、オリヤマ。ちゃんと仕事したんだ。はい、こういう時ちゃんと仕事しないのあんただよね。しました。しないよね。あんた食べてるだけでしょ、どうせ。なあ、しました。お前サングラスして生きてんじゃないよ。しました。お前どんな目してんだろうな。これ外したらすごいどんな目してんのか楽しみだな。絶対使わない。これ外したらどんな目になってんだろうな。いや、すごい楽しみだな。同じ顔してる。これつけて。なんで？一旦。うわ、このサングラスしてるな、目見えないし、外したらどんな目になってんのかな。どんな目になってんのかな。いやこれどうだどうだどうだ。本当にレパートリー少ないな、少年忍者。本当にみんな寄り道しかやんないんだから。全チーム完成しました。今から元木ワークさんに一個ずつ食べていただきますんで。なるほどね。はい、まずはですね、僕たちのチームからになりましたので、はい、まず僕たちの焼きそばのタイトルが、お、決めとけ。ダブルアクセル。ダブルアクセルです。ダブルアクセル。ダブルアクセルです。なんだなんだ、意味もわかりますよ。なるほどね。はい、じゃあいきます。オープン。おー、あ、なるほど。はい、左側が肉をいっぱい使った焼きうどん。おい、右側が海鮮を使った塩焼きそばです。うわー、すごいわ。なるほどね。頑張るよ。ハーフ&ハーフで僕たちのパフォーマンスなんですけど。お、パフォーマンスで気になる。これちょっと僕も何やるか実は分かってなくて、料理作ってたので、さっき主導で、深田と2人でやってくれるので。お、僕はアシスタントみたいな。はい、お願いします。さっきと深田にはロコンパコ。そば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 、僕焼きそば、お皿の上に麺がいっぱい、気になる具材はでっかいホタテ。急いじゃダメ、焦っちゃダメ、一気に食べたらダメダメ、暑かったけど頑張って作ったから食べてよね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。どうぞ。うわー、どうしようかな。じゃあ先に塩の方行くか。美味しそう。え、うまそう。海鮮って美味しそう。美味しそうだな。いただきます。うまいな。いやー、まああれ絶対美味しいよ。どうなんだ。絶対美味しいじゃん。あれ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 で。どうなんだ。あ、顔だよ。まあまあ、もう一度。まだ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 わかんない。あの朝だしね。朝だし。朝だし。朝だし。あれ。めっちゃうまい。よし。出ました、めっちゃうまい。いや、いいね。よし。すごいさ、あっさりしてる、さっぱりしてて、回転の。かも、回転感ね。でしょ。すっげえね、美味しい、これ。プレーアクセルだ、これ。わー、わー、わー、絶対美味しいじゃん、あんなの。特に味付け。いや、
おたけがうますぎる。やばい、やばい、やばい、うますぎる。おいしい、やばい。ダブルのアクセルの方行きました。アクセル、アクセル、人参も行った。うん、人参ちょっとだけ買ったのに。やっぱすごいよね、人参買わなかった。人参買わなかった。人参買わなかった。味は美味しい。あの、焼きそばじゃないから味付けをうどん寄りにしてる。ちょっと濃いめにしてある。いや、濃いめいいよ。これ誰決めたの、濃いめって言ったの。さすが。そう、塚田がね、枠が小屋地が好きだっていうから。分かってるわ。分かってるやろ。さすがだな。さすがに分かってる。ニンニンがちょっと勝った。ニンニンが勝った。タイトルはズバリ、愛妻海鮮焼きそばです。ほら、もうオープン。ババン。おい、なんかおしゃれなことしてる。オープン。おお。せーの、ポン。おお、いいね、いいね、いいね。未来をつなぐ道を輝かせて。うおお。一緒に悩んでくれたり、考えてくれたり、親身に寄り添ってくれて、あの時は本当に助かりました。ああ。おいで、おいで。やばい、こいつら。ちょっとでかいの。ちょっと待って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 。いや、最高でした。いや、チームワーク良かったよ。マジで最高だった。ありがとう。パフォーマンスありがとう。さっき俺は知ってたぞ。よかった。めっちゃ面白かった。手刺さればいいな。肉うま。やった。おうまい。塩かけた、塩かけた。おやつ、おやつ。2回焼いてもらった。いや、肉めっちゃうまいわ。